栗原康秀11月17日から1936年7月12日は日本の陸軍軍人国家社会主義者。1936年2月26日に勃発した2.26事件に参加した。磯部朝一に並ぶ急進派として知られる。最終階級は不評注意。陸軍主管学校第41期不評化出身。 1908年11月17日、島根県松江市に生まれる。父は、佐賀県出身の不評大佐、栗原勇。父の転勤に従い、北海道朝日川で暮らしている。2.26事件において処分された、予備役少将、斉藤竜とその娘で歌人の斉藤文とは、家族ぐるみの付き合いをしていた。坂井正もこの頃の幼馴染みである。大きくなっても、 斉藤文からは、栗子と呼ばれていた。東京に戻り、明教中学校4年修了の上、1925年4月、陸軍士官学校余下に入校。余下では、今後の軍人生活を左右する、陛下並びに所属部隊が決定される。同期の三輪の光弘と共に、赤坂に永住する、不評第一連大夫となっている。同期には事件に参加した、津島和夫。 中橋元明がいる。栗原は中学生当時から国家改造について雄弁に語っていたが、この頃は仲間を見つけて議論、または自身で歴史研究するだけで実行する気はまだなかったらしい。同年8月から約4ヶ月に栗原が陸士岡で所属した第3中隊第4区隊の区隊長は不評注意、今井武雄が務めていた。 1929年に陸軍士官学校本科を卒業。卒業序列は49番239名であり、上位クラスであった。見習い士官を経て、不評少尉に任官、不評第一連隊の連隊機種となる。その後、1933年8月の定期人事異動で、千葉県奈良市野にあった戦車第二連隊府に移動している。 10月事件前に行動派先輩方の訓導を受け、自分以外にも革新思想を持った同期が多数いることを知った栗原は1933年の旧国埼玉青年停身体事件に関連。栗原は主犯格にも似た立場であったが、栗原自身への処分はなかった。しかし、名優の中橋元明不評注意は、 企立厳しいこの絵師団に属していたためか不評第18連隊に移動の上満州に飛ばされた。1935年3月、栗原が戦車第2連隊から不評第1連隊へ戻ってきて、同年12月には中橋も満州からこの絵不評第3連隊に戻ってくる。栗原が不評第1連隊に戻ってくることになった経緯については、 2.26事件に参加し、栗原と共に首相官邸を襲撃した不評少尉池田敏彦の証言がある。小藤連隊長がかつて私に栗原中尉を不一に返した戦いきさつに話してくれたことがある。小藤連隊長は不一に来る前は陸軍省の部任課長をしていた。その時、札付きの栗原中尉を受け入れてくれる連隊がどこにもないことを知った。 自分がその出身の不一の連隊長で行くことが内定していたので、それでは栗原中尉は自分が引き受けようと同じ出身の不一に返したのである。同年8月12日、不評中佐、藍沢三郎が陸軍省内で執務中だった、軍務局長永田鉄山少将を殺害した、藍沢事件が発生した。さらに12月頃になると第一師団満周一中の、 噂が流布し、栗原自身も、旧国埼玉青年停身体事件への関与を理由に処分されるのではとの噂があった。常日頃から、やるやると言っていた栗原は、老人の相沢に先を越されたこともあり、行動に移さざるを得なくなった。栗原は、磯部に決起を持ちかけ磯部も同意した。栗原は、部隊を掌握しており、下士官兵も決起に参加させられると主張したため、 当初は5.15事件のように将校のみによる少人数で行う予定だった計画は、組織的に部隊を動かす大規模な計画へと移行した。実際には、栗原の所属する不評第1連隊からは、全反乱部隊の3割が参加したに過ぎず、参加人数の大半は部下の辛抱が扱った不評隊員、安藤テ三の不評を第3連隊から第6中隊。 第7中隊が主力として参加することになった。2.26事件で兵士を率いる栗原中尉1936年2月26日午前5時頃、岡田圭介総理がいる首相官邸の襲撃を指揮した。総理の議定、松尾健造を総理本人と誤認したため岡田の暗殺には失敗した。午前9時頃、栗原の指揮する部隊が、 朝日新聞社を襲撃し、活字ケースをひっくり返し、その後は日本電通、東京日々、法治国民、時事新報の各新聞社、及び通信社を回って、決起主意書の掲載を要求する。その夜は中橋隊と共に首相官邸に宿営する。西田初の妻や斉藤隆予備役所将らと頻繁に電話で連絡を取る。その多くは、 会言司令部により録音されていた。2月28日陸将官邸に集まり、陸軍省軍事調査部長、山下智之少将から、宮中の雲行きが怪しいことを聞き悔しさや親近を、悩ませたことに責任を感じ自陣を決意するも、29日法直命令が、出されたが裁判での徹底抗成を叫んだ。同日午後0時50分、判断部隊将校が面会となる。 午後1時前、安藤隊を除いて、栗原隊も基準する。反乱将校として、陸将官邸に集められる。3月2日午後3時25分、反乱部隊将校20名の地位、階級が返上されたことが発表される。4月28日、将校たちに関する特設軍法会議の初公判が開かれる。陸軍刑務所では常に周りの将校を励まし、 裁判の場においては部下の証拠をかばっている。7月5日、特設軍法会議の判決が下される。この時栗原は一言、多すぎたなぁと呟いたという。その後悔しさ紛れに遺書を書いたが、みっともないのでこれは処分してくれと刑務官に頼んだ。ものの結局残されて、戦後公開された。この遺書は3通残されており、両親、妻に宛てたもの。 そして裁判の不当を告発して、我らを虐殺せし爆料に報復を誓い、彼らが滅びぬなら、全国全土をことごとく荒れちとなさん、という図書に満ちたものであった。死刑判決直後には監視を通じて、同じ刑務所にいた斎藤竜にメモを送った。そこには、お別れです。おじさん最後のお礼を申します。ふみさん、おばさんによろしく、くりこと書かれていたという。 処刑前は仲間たちと死んでも、なお昭和維新を断行する意志を語り合った。斉藤竜には、ジジダボラを吹き、また豪凸ぶる癖があったと評価されていた。また、周囲からも、大言相互が過ぎる。いつも、やるやると言い、かえって同志たちの嘲笑を買っていたと、証言されている。時世の句は次の通り。大きみに、奥に思いて倒れける。 若き男の子の心捧げんまた幼馴染みの斎藤。文は後に栗原について、カキの歌を読んでいる。タバコはチェリーを好んでいた。ありがとうございます。